んにちは、犬小林業の採用担当の児玉です。今日はこちら、住宅の建築現場の方に来ております。この住宅では犬小林業が山から木を伐採して、犬小林業でその丸太を木材にして、そしてまた犬小林業で、木材加工プレカットを施したものが、こちらに来ております。今日はですね、大工さんの大樹さんが木材をこう組み立てていくところをですね、大樹さんのここに GoPro をつけて、ちょっと目線動画とかですね、いろんな角度で撮影していきたいと思っております。今日は大樹さん、よろしくお願いします。お願いします、はい、それでは見ていきましょう。レッツスタート。上等日の朝です。上等日とは、家の柱や梁などの構造躯体を組み上げる日のことを言います。前日までには基礎工事というコンクリートで基礎を作る工事は終了しています。その上に土台、大引き、床合板を引いて上等日を迎えています。梁桁は天井部分になる木材です。とても大きくて重たい木材が多いので、クレーンで持ち上げて組み立てていきます。木材と木材のつなぎ目部分はすべてプレカットされています。そのつなぎ目部分を差し込んで上から叩いていけば、構造材が組み上がっていく仕組みになっています。火打ち針というのは建物の横揺れを防ぐ木材になっています。組んだ梁の四隅にこの火打ち針を入れていきます。床を立てて屋根の高さを出していきます。屋根にあたるもや、むなぎを入れていきます。
傾斜部分にあたるたるきの木材を入れていきます。屋根合板を貼っていきます。この合板は屋根の下地になります。この上に皆さんがよく目にする瓦などを乗せて屋根が完成していきます。半日で家の骨組みが完成しました。はい、本日は院の小林業で伐採した木を使って木材を作り、そしてプレカット加工をしたものが大工さんで現場でどのように建てられるのかというのをお届けしました。昔は大工さんがのみを使って30日間かけて木材を加工してきましたが、現在では CAD ソフトを使い木材の加工図面を作り、そのデータを使って工場で1日で木材の加工を仕上げています。プレカットについては詳しく過去の動画で説明してますので、ぜひそちらをご覧ください。その動画で私も同じくプレカットされた木材を組んでみたんですけれども、こんな小さな小屋で約1時間もかかってしまったので、半日で家を作ってしまう大工さんって本当にすごいなと思いました。今回ご紹介した建築現場の物件はグループ会社の院の小林業住宅株式会社の提供でお届けしました。岡山県北で家を考えている方はぜひ院の小林業住宅にご相談ください。概要欄に院の小林業住宅のインスタグラム、LINE などの情報を載せてますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。木を通じて暖かい住空間を想像する院の小林業でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you!